大衆に対して、はい、どうもこんにちは、高橋です。はい、今日はですね、パズドラとかを出しているガンフォーという会社のサモンズボードというゲームをですね、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとですね、僕、まだ風邪が治ってないので、ちょっと声とか聞きづらいかもしれないんですけど、すいません。ちょっと早速やってみましょう。はい、行きました、サモンズボード。僕ね、何にも知らないです、このゲーム。名前だけ聞いて、とりあえずダウンロードして、とりあえずやってみようっていう感じでやってるので、もう初です、こっから先。はい、持ち手を変えれ、なんか持ち手重要なんだ。僕左に持ってるんで左持ちです。サモンズボーダーよ、よく来てくれた。今この世界は黒き霧に覆われ、各地でモンスターたちが暴れ回り、平和だった地は混沌と化している。なんだと、えらいことだ。モンスターを召喚し操る力を持つ君の力を貸してくれないだろうか。俺にそんな力があるのか初めて知ったけど、俺はモンスターを操る力があるんだしね。早速最初のモンスターを召喚するんだ。オッケー。おお、なんだ。おお、あー、なんか火と水と草だから選ぶみたいなね。どれがいいんだろう。なんかやっぱ火がかっこいいよね。やっぱ火がかっこいいから僕は火にします。はい、このモンスターに決めますか。はい、クレーンでよろしいですか。はい、クレーンお願いします。クレーンお願いします。なんだ、ゲームスタート。プレイヤー、最初に画面で説明するぞ。お願いします。オッケー。これが君が召喚したモンスターたちだ。右ね。右の二人か。はいはい。君のモンスターたちの HP だ。はいはい。HP が0になると、そのモンスターは戦えなくなってしまうので注意が必要だぞ。はい、ありがとうございます。これは敵モンスターだ。左ね。おお、なんか敵だ。自分のモンスターで攻撃して HP を0にしたら倒せる。モンスターの移動できる方向は決まっている。はいはい。モンスターの周りには印が移動できる方向。はいはい。はいはいはい、なんかこれチェスみたいな感じだろ、なんかわかんねえよ。移動させてモンスターをタップする、移動する場所がよく光る。はい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 、青く光った場所にモンスターをタップしたままスライドすると、その場所にモンスターが移動すると。はい、今回は跳ねてるモンスターを徐々に移動させてみるんだ。あ、はいはいはい。おお、なるほど。エネミー味方モンスター一体どこで敵モンスターの番。はいはい、あれ逃げたよ、逃げたよ。はいはいはい、もう一手のモンスターを左に動かしてみた。はい、あ、なんかすごい。お、お、攻撃した。なるほど、一手のモンスターもいる。ん、お、倒したよ。こうやって敵モンスターを倒していくんだ。なるほどね、すべての敵モンスターを倒したらそのまま次のエリアに移動になるぞ。はーい。あ、あー、そういうことか。うわー、もういる、もういるじゃん、もういるじゃんよ。どうしたら敵モンスターか、ランダムね。はい、動かす、その場で攻撃したいときは、はい、味方モンスターをダブルタップ。え、これなんか、はい、うわうわお、倒した。複数の味方モンスターが同じ敵モンスターを攻撃するコンボ攻撃。なので強い攻撃になるんだね、コンボ攻撃は。はいはい、あと1体だ、このまま一気に倒すんだ。はーい、あー、敵じゃん。お、攻撃食らう。お、ミスミスこれでいいじゃん、こいつの方が。よし、倒した。お、なんか、なんか出てきた、今なんか出てきた。お、ボス出現。お、なんだこいつは。なんか絵が可愛いね、結構ね、なんかねはいはい、ボスを出すとフリアクルや。なにこれ。あ、矢印の方向にしか攻撃できないのか。え、これじゃあどうすればいいんだろう。この辺に行った方がいいのか。ちょっと頭使いつつって感じだね。お、いいじゃんいいじゃん。あ、やばい、食らった。あ、食らっちゃったよ。よしよし、いいね。あ、一撃。おー、よし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 、クリア。モンスターは矢印の方向を全部自動に攻撃できるぞ。なるほどね。はいはいはい、なんかいろいろもらった。おー、ランクアップした。はい、どうも。おー、水のせいゲット。
はいはい、オッケー。なるほどなるほど、わかりました。大体まあなんかチェスとかそんな感じだね。うん、それのなんか攻撃ビシビシってちゃんとやってくれる番みたいな。編成、まずはモンスタータブを押していただく。はいはい、モンスター編成、編集する。はい、編成ね。ああ、コストとかパズドラと一緒だ。はいはいはい。はい、戻る。それでは早速次のダンジョンを選ぶんだ。選びます。ホーム、導きの森。わ、なんかこれ面白そうだな。スタミナゼロって全然平気じゃん。はい、潜入、いきます。はい、入りました。モンスターはバトル中に利用できるスキルを持っている。この数字がゼロになるとスキルが使える。はい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 、まあ、一緒だね、パズドラとね、基本は。やっぱり、あ、なんだ、スキルの効果が広い、白い、ん？白い魔法陣で表示される。効果対象、ん？対象2に対象、ん？あ、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 漢字が読めない。効果に対象がいないと無駄になってしまう。スキルもあると。はいはいはい。はい。発動。うわぁ！刺激！強えな、おい。ビシッシッ、なんか。すげえな、超強いじゃん。いきなりボスかよ。いきなりボスじゃん、もう。うお、超強そう。超強そう。かっけえ、こいつ。モスターに属性。まあ、属性あるだろうね。あ、これバズドラと一緒だ。バズドラと一緒だ。はいはいはい。なるほどね。敵は火ですね。今回巨大なボスだ。ほんと巨大じゃん、めっちゃ。何これ。誰？俺の番？俺の番。うわうわ、でかっ、やばいやばい、うわうわ、どうしてじゃん、なんだこいつ。あ、俺の番ね。ここでいいんじゃない。うん、おお、大爆発、やばい、うわうわ、何それ、やった後も何攻撃してくるの。まあ、それそうか。はい、ごコンボダブルね、こういったらどなたが出るか。倒したー、倒した、全然余裕でした。よかったよかった、なんかもらった。はいはいはい、初クリアー、やった。はいはい、光結晶は特別な力みたいな結晶石で誕生的な敵を、あれだ、モンスター召喚するんだ。ガチャ、ガチャガンだね、レアガチャ。はいはい、パズルと一緒だね。星をつないで召喚、え、どういうこと、え、あ、こういうこと、あ、あ、こうやってやるんだ。ガチャじゃないから。おお、なんだろう、なんか。綺麗だね、グラフィックがすごい。おお、超、なんかすげえぞ。雪レアゲット。強そうだぞ、なんかこいつ。何？ウルド。へえ、なんかすごい。はいはいはい。全然わかんないけどね。やってっけど。やったやった。忘れずに変身するんだ。はーい。最後に君の名前教えてくれ。はい。最後にですね。はい。オッケー。はい、はい、VS チケットに入社、 VS チケットランキングバトルで利用できる。ランキングバトルではモンスター育成に役立つモンスター手に入れることができるぞ。ん、何これ、よくわかんないけど。ああ、もうすごい、どんどん来るな。はい、わかったわかった、わかったよ。はい、メールが来てますと。光結晶1個で、魔法石みたいなもんだね。光結晶、はい、受け取り。はい、OK。バンバンいっちゃおうか。バンバンね、じゃあ。ホーム。というわけで、この火の洞窟、行ってみたいと思います。はい。うわ、すげえ火だ。うわ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 。クリア、はい。簡単ですね、まず最初の方だからね。ボス。おお、なんかライオン、ライオンみてえなやつ。超かっけえじゃん、あいつ。こいついけるか、もういっちゃえ。あ、攻めない方がよかったかな。おお、やべえ、これじゃ、
押しちゃう？あ、いけないのか。あ、やべやべやべ、これやべえ。いろいろ考えなきゃいけないんだよね、だからこれね。はいはい、倒せんのかこれ。うわやばい、あーやばい、なんだスキル、はいはい、あ、味方全体の HP を150回復させてる、お願いします。よっしゃー、これもうじゃ、うん、ボッコボコでしょこれ。はい、ボッコボッコボッコ、ブーン、やりましたー。はい、そんな感じでサモンズボードを初めてやってみたりした。まあね、初めてなんでチュートリアルばっかだからすいません、つまんなくてとりあえずまあこれからちょいちょいやってみたいと思いますので、まあ皆さんもよかったらやってみてください。はい、僕ツイッターやってますのでぜひぜひフォローお願いします。はい、評価コメントシェアいただければ非常に喜びますのでぜひぜひよろしくお願いします。はい、チャンネル登録まだの方いましたらぜひぜひチャンネル登録をお願いします。はい、では今日はそんな感じで終わろうと思います。じゃあまた動画見てください。バイバイ、高橋でした。登録ボタンを、そう、と、そう、登録ボタン、そう、そう、登録、と、そう、と、そう、登録ボタン、そう、登録、と、登録。